気づきと癒しのメッセージはずきなラジオ心の扉はずきなラジオ心の扉今日は私の原点とも言うべき2004年に刊行された心の扉の本の中から今聞いてほしいメッセージを一つ 2020年にふさわしいアレンジを加えてご紹介させていただきます今日のテーマは依依存心依存心心ですいつまで白馬に乗った王子様を待ち続けているつもりですかもう誰かに依存する生き方はやめにしませんか依存心 とは、自分以外の他の誰かが自分の欲求を満たしてくれると思っていることです誰か他の人が自分を救ってくれるはず自分のことを幸せにしてくれるものと信じてじっと待ち続けているのですしかし一時的に欲求が満たされることがあっても あなたの欲求に応えて、あなたの思い通りの欲求をずっと満たし続けてくれる人など、存在するわけはありません。それはあなたも十分わかっているはずなのですが、依存心の強い人は、自分の感情を相手をコントロールするための武器として使います。 思わせぶりなそぶりをして悲しんでみたり傷ついたふりをして被害者を装うことで相手を巧みにコントロールし自分の欲求を満たそうとするのです。依存的になればなるほど自分が他の人のお荷物になったような気がして自分に自信が持てず どんどん自分が嫌いになり自分が魅力的ではなくなってしまうことを本当は分かっているはずなのに依存しているといつも何か満たされない気がして何かを手に入れたい奪いたいと思うものしかし表面的な欲求が満たされたとしてもそれは自分が 本当に求めているものではないので実は何も受け取ってはいないことになるのですですから常に喪失感や不足感があり失うことに対する恐怖感で心が休まる時がありません今日は依存心について考えてみましょう自分は誰に何に依存しているのか見つめてみましょう 自立していると思っているあなたは誰かに依存させていないか依存させることに依存していないかを考えてみましょう依存的になるのは私には力がないと宣言しているのと同じことだから宣言通り自分の力のなさを痛感する出来事が引き寄せられ 自分が傷つくことになるのです。もう自分を傷つけてまで依存的立場を守る必要はありません。あなたの中には素晴らしい力が宿っています。あなたの人生はすべてあなたの思い通りです。他の誰かに依存するのではなく、より 頼りになる内なる自分に依存して自分らしい人生を自由に想像していきましょう大丈夫あなたならきっとできるはいということで今日は依存依存心についてお話ししてみました依存というとそれと対比してやはり自立というポジションが あ出てきますがこの依存と自立というのは、まあ、常に対になって、えー、セットで存在しているということをぜひ覚えておいてくださいつまり依存してしまうっていうことは誰かあなたの近くに自立している人がいるということにもなりますでそれは今までの社会で言えば自立していることが良いようで 依存していることに価値がない悪い、えー、劣ってるというふうに、えー、考えられがちだったんですがそれは決してそうではありませんこれはエネルギーのバランスの問題ですから特に、まあ、今までの時代で言うと男性が、まあ、自立している経済的に自立している立場を取ると女性は経済的に依存する立場を取らざるを得ない という関これがまあいわゆる今までの過程で言えば専業主婦というような役割になるんですがこの場合ですね専業主婦は確かに経済的には自立していない依存的立場になると言えるかもしれませんがよく見ると精神的にはその専業主婦の立場の方の方が自立しているケースが多いと 言えるのではないでしょうかこれはバランスなんですよね経済的に自立してそして精神的にももし自立していると別に依存する必要がなくなるので本当に逆に自立から孤立になってしまうケースも大いにあり得るのではないでしょうかつまり経済的に自立しているのに精神的に依存している男性と方や 経済的には依存していますが精神的に自立している女性主婦の方とがセットになるとこれはちゃんとバランスが取れるんですね。でそれをお互いがそれぞれが認識しているということがとても大事なポイントになるんではないかなと思います。 今の世の中は依存していることをイコール価値がないダメというふうに思われがちですが決してそうではありません私たちはある意味何かに依存しないと生きていけないそういう仕組みになっているということが言えると思いますからその依存している部分をそれぞれが補い合うこの部分は依存しているがこの部分は自分が自立しているそういうこうバランスの取れた あ関係性になるとパートナーシップも周りの人間関係も非常にバランスが取れるんではないかなと思いますですから、えー、まず自分自身の依存心を認めることそこを否定しないことあ私はこういう部分に依存してるんだでもそれは裏を返すとある一部分では非常に自立してる部分があなたの中にあるということですねで人に依存するのではなくうどうせ依存するのであれば 自分の中の内なる自分、大いなる存在、神、神が、みたいなものに依存して、自分らしい人生を自由に想像していく力があるということに、ぜひ気づいていただければと思います。依存している自分には価値がないという思い込みを捨てる良いタイミングがやってきていると言えるでしょう。今までの自立思考の 男性社会から依存をちゃんと認め受け入れていくその女性社会に女性性の社会に今変わっていこうとしているそういう,こう時代の変わり目なんだということをぜひ覚えておいてください依存が決して価値がない悪いというわけではありません自立が絶対的に良い素晴らしいいいことだということでもありませんここれを統合していくことが とても大事なポイントになりますので自分の中の依存心をぜひ嫌わずに受け入れて統合していきましょう今日のお話はこれで終わりですはずきこえでした